はじめまして、消化器呼吸器内視鏡センターと超音波センターの紹介をします。消化器内視鏡センターは教育棟2階、呼吸器内視鏡センターは本館1階、超音波センターは本館2階にあります。消化器内視鏡センターから紹介します。ここでは消化器内視鏡に関連する各診療科の医師と看護師、看護補助者、 放射線技師、事務員が協力し、日々の検査及び治療に当たっています。主な内容は、上部下部消化管内視鏡検査、炭水内視鏡検査、小腸内視鏡検査、カプセル内視鏡検査などの特殊検査、治療を積極的に行っています。一日の流れです。朝のミーティング後に、 看護師と事務、看護補助者のみんなで毎朝、今日も一日安全に努めるぞとその日の行動目標を声を揃えてコールします。はじめは照れくさかったコールですが、今ではこれをしないと落ち着かなくなりました。9時から各検査室で検査を開始し、検査解除をしています。交代制で休憩に入り、 検査予約がスムーズに行えるようにしています。検査中の先生はとても真剣です。まさに内視鏡のスペシャリスト。ここでも看護師は安全に検査が実施できるように患者さんと十分にコンタクトを取って直接的に情報を収集します。患者さんのほとんどの方がとても不安な気持ちでセンターに来ていますから 私は患者さんの気持ちに寄り添って看護しています。洗浄室では看護補助者がリーダーとなり、スコープの洗浄を行っています。使用後のスコープをきれいに手洗いし、洗濯機みたいな洗浄機で消毒し、安全に検査が行えるよう準備しています。専門医の先生方から学びながら、 最先端の内視鏡検査・治療の解除に携わることができます。私たちと一緒に、内視鏡技師免許取得目指して頑張ってみませんか次に、呼吸器内視鏡センターの紹介をします。当センターでは、日本屈指の呼吸器内視鏡機器を充実させ、診断から治療に至るまで、 最先端の設備が整えられています内視鏡整権、凍結整権、レーザー治療など多岐にわたりますがんの診断だけではなく肺疾患全般の鑑別や気境原因疾患の治療も充実しています左側が気管支鏡検査室 右側が胸腔教,教室になります。私たち看護師は、主に呼吸器内科、呼吸器外科の医師とともに、検査・治療に携わります。検査を行う患者さんには、身体的苦痛や不安が伴いますが、当センターでは、鎮静・鎮痛剤を上手に利用し、 苦痛を最小限にすることで安楽な気管支鏡検査を目指しています超音波センターの説明をします超音波センターは中央検査部門であり多くの診療科で検診から精密検査治療を行っています動画は心臓の動きを示しておりこのような画像をもとに 診断を行います超音波検査は放射線被曝はないため乳幼児から高齢者妊婦と幅広い世代の患者さんが安心して検査を受けることが可能です幅広い年代の患者さんと接することで接遇スキルや多くの疾患などを幅広く学ぶことができます スタッフは医師、臨床検査技師、看護師、看護補助者で構成されています。携わる多くの診療科の医師と連携し合い、協力してチーム医療を行っています。診療科の垣根を越え、親睦を深めることができるのもセンターの魅力です。超音波センターは検査部門であるため、 一人の患者さんと関わる時間は限られています。その中でもできる看護はたくさんあります。患者さん一人一人に寄り添いながら、皆さんも一緒に看護してみませんか。以上、消化器呼吸器内視鏡センターと超音波センターの紹介でした。